皆さんこんにちは、もりありです。今日はね、事件が起こったんですよ。ちょっと後ろここ見ると分かると思うんですけど、なんか変じゃないかな。これ見て分かんないけど、棚がね取れたの。ほら分かる？これね、今ピンで止まってるの。ピンで止めるやつなの、100均の。なんですけど、ちょっと今日はそういった事故が起こらないように、私いつもこっちこうちゃん寝てて、こっち私なんですよ。で友達がこの間泊まりに来た時に私寝てないでずっと編集してたの。だから私は寝てなくてこっちにいたんだけど、キャスをやってたんですよ、その時に。で友達寝てる時にここからガゴーンってこっちに落ちてきて、ダーって言ってて、ちょっとね事件が起こったんで、ちょっと私にもねそれが起こりうるなと思って怖くてですね、今回はでん、はい、ホームセンターに行って棚を買ってきました。なのでちょっとなんか難しそうなんですよね。私にもできるのかはちょっとよくわかんないんですけど、でもねこの色があんま私好きじゃないから。痛い、今ほら事故起こった、痛い。落ちてきたらマジ大変だな。このね色が私好きじゃないから、これで塗布していきたいと思います。これね乾燥時間がね長いのよ。1時間ぐらい乾燥しなきゃいけなくて、で本当はね柄とかをここに描きたかったんですよ。柄とか色とかもまあ1枚ずつあるから変えようかなと思ったんだけど、でここにねこうやってこう、まあここにか、ここにこうやってこんな感じで2段重ねてこうやってやろうと思ってて、でもちょっとねやっぱり落ちてくるのが怖いから、なんつうの、必要最低限のものしか置かないんですけど、そうですね、頑張ってこれを塗っていきたいと思います。はい、ということで今お風呂のこの壁とかにつかないようにお風呂でちょっとね塗りたいと思います。本当はちょっと違う部屋でビニールとかやってやりたかったんですけど、ちょっと怖いので一番汚れても大丈夫っぽい場所を選びました。この70リットルとか90リットルがちょっと大きめのゴミ袋を用意して、壁一面にとか下にもそうなんですけども、浴槽の中に入んないようにこれを全面に貼っていきます。貼っていくんですけど、これもう一旦こうやってやるとつくんだけどね、ガムテープで止めます。これをこんな感じでベーっと、工事前の感じですよね。よいしょ。はい、あとはこの下にこれを引いて飛ばないようにします。お風呂を換気してやってください。で今ここにスペースができたので早速塗っていきたいと思います。はい、ということでちょっと音うるさいですけど換気しました。で私もマスク完了でございます。これはね鼻の穴とかにマジで塗料が入るので気をつけてください。軍手もしてきたので、はい、一旦出るかを確認して。でも匂いがこれ少ないタイプなんですよ。なのであんまり匂いしないと思うんですけど、やっていきたいと思います。板を開けて、でこっち今映ってないですけど、下に、新聞紙とか紙を引いて、これ終わったら置いておいてください。ではやっていきたいと思います。こんな色ですね。わかるかな？あ、でも良かったかも、いっぱい買ってきといて。怖いわ。あ、めっちゃ可愛い色になった。え、怖い、ついてないよね。で、もう一枚も同じように塗布していきます。はい、こんな感じです。可愛い色、めっちゃ可愛い。これめっちゃ光沢あるの。はい、ということでこれを今1時間置きたいと思います。置いてから裏もやります。めっちゃ時間かかるやんこれ。はい、ということで乾いたかなと思うんですけどね。今あ、乾いてる乾いてる、あ、OK つかなくなった。乾いてますね。あ、でも今30分ぐらいなんですけど、結構乾いたし、しかもめっちゃ光沢いい。 OK、 じゃあこれで今度裏面も塗っていきます。はい、ということでちょっと今ね、まさかの回せてなかったっていう。で今ですね、ここにねこれをつけてます。すごいね、細かい作業なので早送りでご覧ください。でも全然取れないんだけど大丈夫でしょ。大丈夫です。とこれをこっちにもつけていきます。なんかね、両面テープが裏にあって、こうやってやって多分これで合っているはず。そして今度上を、ここの台を取り付けていきたいと思います。はい、1個乾いてたので持ってきました。ピンクになりました。これをここにはいのせたいと思います。あ、めっちゃ可愛いじゃん。はい、穴開けていきます。おう、できたー。すごい揺れてる。はい、できました。よし。はい、ですね、ここからもう一個棚をここに作っていきたいと思います。はい、ということで完成しました。じゃーん、どうですか。これでこんな感じで、まずここのコンセントを、この間友達の頭上に落ちてきたやつがこれなんですよ。なんですけどちゃんと壁に収まるようにしました。でこれ Wi-Fi なんですけど、これはまあここら辺に後で挟むやつを置くので、まあとりあえず今はここに置いておきます。ほいでここなんですけど、まあここはね、いろいろリップクリーム入ってたりメジャーが入ってたりとかで、ペコですねとかで、上の段は、まあ、香水とかボディクリームとか、あとはシボネショジェルとか、なんかいろいろマッサージクリームとかいろいろ置いてます。はい、でここら辺はね、後でシールとか貼ろうとかなと思って、今はここにキティちゃんの、こっちか、キティちゃんのシールが貼ってあったりとか、はい、します。なのでちゃんとね、なんか置けるようになったかなと思って、ちょっとなんていうのかな、いつもこっちは背景にしてるんですけど、ここ映るとさ、ちょっと気になってたんですよね。なんで可愛い背景ができてよかったなと思います。もう無事ね、ピンクになった。めっちゃ頑張ったんだ。これ2時間かかってますからね、乾かすのにめっちゃ時間かかったわ。はい、ということで今回は棚を作る DIY でした。あそこの部分はちょっと時間があまりにもかかりすぎて、もう全てで多分5時間ぐらいかかってるので、ちょっとぐるぐるっていう部分は入れなかったんですけれども、はい、頑張って作りました。でちゃんと穴とかは埋められるやつでできてるので、問題なくすることができました。言うて失敗してないから一発で大丈夫でした。森有でした。次回もお楽しみにしててください。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出ているかな？はい。ここら辺とここら辺に出しておきます。はい。ということで、これからもよろしくお願いいたします。森有でした。チャオー。